大吾です。東京都町田市田舎ですに住んでます。 T サーブ、東京の T サーブというところでメッセンジャーをやってます。毎日自転車で荷物を運んでます。いいですか。 朝9時半から夜の7時までだいたい100キロぐらい1日その間に走って、1日30件ぐらいオーダーさばいてます。で今3年やってるんですけど、一応時間でチームが決まって、チームがこう分かれてるんですけど、そこの今9時半から7時の間のそのチームのリーダーっていうのをやらせてもらってて、そうですね、大変です。終わり。きっかけは街で、仕事、他の会社の人とかも乗ってたりしてて、それを見てはかっこいいなと思って、自分もまあ組んでみて乗ってるんですけど、ちょっと俺は仕事にあんまり向いてないかなと思って、これはだからずっと地元で、仕事では使わず地元で乗ってますね。だから夏はそう T シャツなんですけど、寒くなってくると俺の場合パーカーとか細身の、だけど細身でそのあったかいものをちょっと羽織ったりするんですけど、やっぱこう重ね着とかするとゴワゴワして動きにくいんですけど、これだったらロンティー着て上にこれ着ればあったかいみたいな感じで、すごく欲しいです。